ディエップの戦いは1942年8月19日に行われた連合軍のフランスへの奇襲上陸作戦。正式な作戦名はジュビリー作戦。不十分な兵力と作戦のため最初から称賛は薄かった上、事前に作戦実行の秘密がドイツ側に漏れていたため連合軍は大損害を受け完全な失敗に終わった。ディエップの一作戦は 防御が薄い北フランスのディエップに上陸、攻撃の後に6時間で撤退することを目標とし、高級的な共闘歩の確保は考えられていなかった。そのため作戦の目的は半然としておらず、ヨーロッパ大陸上陸、進行に備えての演習を意図したとする説、レーダーサイトの機材強奪を狙ったとする説、第二戦線構築を要求するソ連への対面説など諸説ある。いずれにしても、 連合国の戦争準備はまだ不完全、かつ、ドイツ軍の勢力は未だに強大で、大規模な欧州反抗は不可能であった。当初、作戦は1942年7月4日以降の好天の日に決行されることとなっていたが、悪天候が続き総指揮官のバーナード・モント・ゴメリーは、奇襲攻撃の意義がなくなることを懸念し、中止する意向だった。これに対し、 ルイス・マウント・バッテンが結航を主張したため、攻撃は8月に実施されることとなった。さらに、事前のイギリス空軍による爆撃が一般人に大使被害を与えることが懸念されるとして中止され、空挺部隊による海岸砲台の制圧も天候の不安定を理由に中止され、代わりにコマンド部隊がその任務を実施することとなった。また、駆逐艦以上の大型艦を、 イギリス海峡には入れないという当時のイギリス海軍の方針を覆すことができず、漢方射撃による支援も不十分なものとなった。奇襲であることが作戦の要であったため、作戦の準備は高度な情報統制の中で進められた。ところが、作戦結構の2日前に、ロンドンでイギリス軍の高級将校がパーティの席上でこの作戦の内容を口外してしまった。 情報はすぐに、ロンドン市内にあるドイツの諜報組織の知るところとなり、本国に伝えられた。この情報をもとにドイツは可能な限りの防備を進めたが、侵攻に対応していることで、イギリス国内に気づいている諜報体制を把握されることを避けるため、また、奇襲上陸を意図している連合軍に対して、逆奇襲とも言うべき迎撃を行うため、この地域の防御が、 手薄に見えるように偽装工作を行った。8月19日早朝、6086人と1000人のアメリカ軍とイギリス軍が作戦を開始したが、ドイツ側はすでに迎撃準備を整えており、連合軍を安や々すやすと上陸させて、至近距離まで引きつけて攻撃の火蓋を切った。連合軍は待ち構えていたドイツ軍の強力な反撃にさらされ、老媒して、 作戦の遂行どころでは内大混乱に陥った。30両のチャーチル不評戦車の揚陸に成功したが、27両がコンクリート防壁に阻まれ、大粒の砂利に覆われシャドのある海岸でリタイピンを切損し、行動不能になる者が続出した。上陸した部隊も、万を持たしたドイツ軍の砲撃、銃撃を受けて大半が、戦死傷、または降伏し、また錯誤もあって、 連合軍の軍艦が味方の部隊を砲撃したことで、さらに被害を増やしている。ドイツ軍は空からも激しい攻撃を加え、連合軍の軍艦は沈没、大破した。イギリスの戦闘機は劣勢で、上陸軍への有効な援護ができなかったばかりか、ドイツの空軍や対空砲火によって損害を受けている。結局連合軍は3894人の損害を出して、 全く戦果がないまま撤退した。帰還できたのは2000人余りで、ドイツ側の損害は591人であった。後の調査により、普段のイギリスの高級将校が作戦を漏らしたことが分かったが、彼はイギリスの上流階級や有力者に広く交流があり、そのため名前、所属等は一切否得されたままで、処罰もなされていない。当時はドイツ軍が、 各戦域で優勢または攻勢に出ており、イギリス国民の戦意は低く一気疎走していたので、連合国側では、ディエップの敗北は公式発表されなかった。カナダ軍将校としてこの作戦に参加し生還した、作家ファーレイ・モーワットは、石壁に卵を投げつけるも、同然の戦い。そして、我々がその卵にされた後本作戦を告評している。 英軍高級将校による機密の漏洩云々及び各章の記述の一部については主としてマルエキストラ版第96号を参考。ありがとうございます。